というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。はい、本日は筋肉マン会を事務所で撮っているんですが、その前に、新しいキャラ来ましたんで、せっかくなんでちょっとご紹介だけしておこうかなと。で、今まあちょうどアニメで活躍しているストロングザ・ブドウですね。うん、無料対戦、まあラージナンバーってかな。幹部であってもさ、ごめんなさい。味方の完璧超人一体につき、敵全体の必殺技、スキル、受けるダメージ 3% アップ&味方の完璧という最大 HP が 12% アップと。まあ普通にパーフェクト超人に対してのバフ効果持ってる。まあ相手にとってデバフだけど、パーフェクトパーティー作ってるんであれば良いって感じですよ。そしてスキル、ゼロの悲劇。ね、これ相当強いんじゃないのと思うけど。敵団体に攻撃力 500% のダメージを与えて、与えたダメージは 60% の自分の体力を回復する。上に相手のバフを効果解除と。まあ、これはなんか実際の技と似通ってますね。と、武道ガンサイクロ。敵団体に攻撃力 600% ダメージを与えて、2ターン敵体の防御力 120% ダウン、やばいね。探偵のスキル受けるために 40% アップだから、とにかく相手が、防御面もう、ダメだね。もうとんでもないことになってるけど。で、まあ、必殺技が、はい。まあ、とにかく相手にそうですね、ダメージをどんどん受けさせるようなデバフを付与していくパターンっぽいですね。パーフェクト超人。まあ、ネメシスとか持ってる人たちだったらこれすごい使えそうですね。僕は持ってないんであれなんですが。そしてサポート超人がピークアップとね。いやー、これ僕はアニメで見て衝撃でしたが。あとまあなんかこのレベル1状態とかこの辺見れるのってのはいいですね。はい。急成長超人。装備者がパーフェクト超人なら5ターンの間、リング内にいる場合でも1ターンの主流時、装備者の必殺技、ゲージが1個増加されると。まあ、これは、どうでしょうね。なんか、ちょこちょこある能力でしたから、まあ、ほんまに強いのかっていう気はしますが、うん。まあ、パーフェクト超人たちで、パーティーが組めるんであれば、それもジャブが良いのではないでしょうかと思いますが、僕は全然持ってないんで、あまり候補に入ってませんか。ということで、本編始まります。どうぞ。というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。久方ぶりというか。僕入りの筋肉マンは久しぶりなんじゃないですか。だいぶ久々じゃないですか。うん。はい、なぜやることがないんだから。今はそうだね。うん。だから僕は本当に、うん、昨日ですよ。はい。今他のね、あの時にみんな配信始めた人たちが、今何を上げてんのかなって。ああ。まあ、ちょっと見てみたんですよ。はいはいはい。まあ、そしたら、まあ、高難度。今、モンゴルマンの2000万パワーソの高難度は、うん、はいはいはい。まあ、それが結構きついとか、うんうん、まあ、そういう動画と、はい。まあ、でもそれでも、ああ、この人よく上げてたなっていう人が、もう5日ぶりぐらいの筋肉マンだったんですよ、ね。ああ、うんうん。とか、はい。まあ、あとはイベントの素材のドロップ率みたいな、はいはいはい。うん。そんなことをやってましたよ。だけど、毎日のように出してたような人たちが、全然上げてない。うん、毎日は難しいかもね。うん。ないんだもんね。そうですね。うん。でね、だから、前も言ったけど、まあ、高難度をさ、はい、誰もがクリアするように、うん、いやね、低凸のキャラとか、うんうんうん、弱いキャラでできましたとかさ、できないんだもんね。無理ですね。不可能なんですよ。はい、完全にね。それはね。で、まあ、じゃあ今日何を話そうかと思ったんだけど、はい、まあ、翼くんこの間の一人で上げた動画で、まあ、ネプチューンマンと、うん、ビッグザブドウの会話がストーリーの中に入ってきたと。はいはいはい、これは面白かったっすよ、はい。うん。で、なんで、毎回やってくんないのかなとか。そうですね。あれよく思い出してください。うん。完全オリジナルだったでしょ。うん、オリジナルだった。うん、だから、毎回やらないんですよ。大変ってこと？おそらくもうだから、なんつうのかな、アニメのそのあるところを使ったところで、うん、同じことになっちゃうじゃん。まあまあまあ、うん、だけど原作をひねることもできずに、うん、ああやってオリジナルを作るしかないわけですね、うん、はいはいはい、はい、そうですね、うん、それのまあ結局毎回作る能力というか、うん、手間というものがないからこういうことになってるんでしょうね。ああ、これ思い出したようにというか今回余裕だからやってみようか。やっと出来上がったんでしょ、1本が。ああ、なるほどね。まあ可能性はあるか、うん、だから別に何だって良かったのを入れたんでしょうね、きっと。どこでもいいけども、たまたま今回ここだったっていう。今回やっと完成したんですよ、あれが。うん。そのぐらいの多分今作業量しかないんじゃないかと僕も。なるほどね。あれを、はい、でも、マスク狩りのところにスカイマンを入れたのはちょっと面白かった。そう、あれなんでスカイ、まあなんでってこともないのかもわかんないけど。うん、まあだってマスク狩りされてないしさ、うん、そもそもスカイマンはテリーマンと戦った以外戦ってないからね。いや、そうだよね。うん。まあそういうところに見せ場を出したのかな。まあそうですね。はいはい。で、まあ、本当にね、僕思ったんだけど、はい、うん、まあ、高難度。はい。翼くんもやったんですか？一応、まあ、なかなか全然クリアはできませんけど、うん、はい。これね、僕からしても、正直、面白くはないんですよ。うん。なぜかというと、ただただ相手を硬くして、うんうん、攻撃回数を多くして、
いつでもどこでも必殺技が出てくるぐらいにチートしてるだけなんですよ。無理でしょこんなのと思うね、うん、本当にもちろんクリアの道はあるんだけど、はい、僕が今回のこの2000万パーツゴリ押ししてあとちょいでやられるんですよ。もう一撃いけたらなぐらい、はい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 、とかこの必殺技出せたらなとか、うん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 、だからやっぱり受けないとダメなんだなっていうね、武道を入れて、まあ、そのためのね、まあ、ネプチューマンだったりとか、まあそうですね、うん、だから思うのが本当にこのガチャの中でさ、なんつろうかな、サポートで今回ネプチューマン出たよね、うん、はい、まあ、もちろんだけど超人の方にもいるじゃない、うん、こういうのが僕なんか嫌なんですよ。どっちにもいるみたいな。でやろうと思えばネプチューマンにネプチューマンができちゃうわけでしょ。まあ別にできますよ、はい、おかしいんですね。まあ普通はね、なんでセコンドにもいんねんみたいな感じ、うん、そう、だから僕が本当に思ったのは、はい、もう超人と言われてる人たちはみんな超人にして、うん、その他の人たちを全部サポートにして、うん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 、それを持ってる能力を高くすればよかったんじゃないのって、まあね、そしたら中野さんとか使えるんじゃないかな。そうそうそう、ママだとかも大王だとかもそんなんでよかったわけど、その他の人たちをそこに入れりゃよかった、うんうんうん、ね、ミート君のみなんかどちらにいてもいいかな、マスコット的なものだからね。はいはいはい、はい、一応戦いましたから、うん、そういうふうにくっきり分ければさ、うん、なんならもう本当なんつうのかな、うん、細かいキャラなんていっぱいいたわけだから、まあ筋肉マンなんてね、うん、別になんつうのかな、サポートでうわこのサポート強そうと思わせる必要ってないんだよ。あくまでもサポートなんだから。まあね、だからそこにネプチューンマンってなってもえってちょっとならない。まあうん、なんかなんだろうな、結局能力でしかやってないわけだから、それがネプチューンマンじゃなくても成立はするねっていう気はします。そう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 なんですよ、はい、だから結局はなんかガチャで、はい、うん、釣りたいんだなっていう、まあね、そこにたどり着いちゃうんですね、うん、だからもう本当にまあちょっとね1週間じゃなくなったズレも若干出てきましたよね、このガチャのペースが ね、ちょっと緩やかになったかな、うん、だからこれようやっとこのトロフィーの数が間に合ってないっていうのも、うん、分かったと思うんですよ。そう、急に配り出しましたけど、ね、あの、交換所のところでも、はい、余ったポイント配、トロフィーにできるようになったでしょ、ね、うん、これはありがたい。はい、今まで何だか分かんないけど、肉券だか変なのに買って、強制で変えられちゃったのよ。はいはいはい、だから、むしろさ、なんだろう、2つ3つとか取れるんだったらば、そこをね、200足りなかった分取り替えちゃってもいいんじゃないのって思うけども、ね。引かない方がね、得意なことも、うん、まあ、こういうのはいいんだけど、ええ、何にしてもなんつうか、まあ、コロシアムがあるけど、もう少しなんか、そのね、楽しめる。コンテンツってのはもう絶対的に必要でさ、まあもう今のとこな、うん、って思うんですよ、ね、はい、うん、だからもうなんかもうそしたらもう僕がね、言ったようにあのプリプリマンとかさ、あ、はいはいはい、まあ、ジョーズマンとかさ、まあ、こういうサブキャラをさ、うん、入れてきて、うん、まあ、それがちょっと嬉しいなと思う人たちもいるわけだから、はい、まあ、今後もそういうキャラをね、いくつか入れてったらいいんじゃない、うん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 、僕が思うのはいつも正義超人とか集まり集団の中にいるんだけど、うん、実際試合をしたことないキャラっていうのがやっぱりまだまだいるんですね。ほう、例えば何かというと、うん、スフィンクスマン、スフィンクスマン、それからアマゾンマン、アマゾンマン、キンターマン、キンお、まあ、それから前に話したルピン、あ、ルピン、ドーベルマン、あ、ドーベルマンね、あ、この辺りなんて必ず映るし、はいはい、まあ、翼くんも読んだであろう、あの悪魔将軍の時にリックを支えてたあの中にいたりもしましたから、ね、ここね、あ、いましたよ、あそこスフィンクスマン結構顔パンされてましたよ。何した人かよく分かってないだろう。そう、 あれはもうだから予選にいた人たちですよね、長距離オリンピックとかね、国ごとの時のね、そう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 、はいはいはい、宇宙マラソンとかにやったキンターマンなんかまさにあの直前でウィニングラインやろうと思ったら抜かれましたから、はいはいはい、筋肉マンのねおならでみんなが突っ込んできちゃったとかこういうのをもうちょっとまあフォーカスというかね、フューチャーしてもいいかもしれないですよね、うん、フューチャーしたらいいんじゃないかなって思うんですけどもね、はい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 、なんかそれは今のところキャラの中にまだ入ってないから、はい、うん、ちょっとこのあたりそろそろなんかもう僕あれですよ、あの低ランクのキャラが結構もう貫突し始めてるんで、うん、ああ、うん、そろそろなんかそこもちょっと新キャラというかね、まあ、やばいね、使うことはないんだろうけど、はいはいはい、うん、まあ目的な楽しみというかね、まあほぼほぼなんかあれですよ、あのコレクションゲームになってるんでっていうことでしょ、うん、だからちょっとそういうところをもうだから本当に圧倒的にやっぱり今ユーザーは離れてると思うんだけども、まあそれでもねあのランキングとか見てるとはい、はい、まだコロシアムはガチでやってる人たちがいるんだなっていうのは分かるんで、はいはいはい、ちょっとそういうテコ入れとちょっと日々そのスタミナを消化するだけじゃなくて何かやれることをね、作ってくれると、うん、だからコロシアム本当に惰性でやってますけど、うん、まあ、10回はやらなきゃなっていうのはまあまあいい時間の取らせ方をしてるんでね、なんか結局、まあ、やろうかなってやってずっとやっちゃいますからね、10もね、はい、次の階級まで上げようとかやっちゃうんでね、とりあえずね、はい、まあ、そういうのをちょっとね、うん、
今後も少しね、ぜひですね、うん、まあ、何がいいのかって分かんないですけど、うん、まあ、結局はこのカードゲームという中の限界が見えちゃってんのかなとあーなー。で、まあ、今回あのモンゴルマンとあの2000万パワーズとか言ってるけどもさ、モンゴルマン出たじゃないですか、はい、これモンゴルマンとバファローマンって必殺ロンコントレインは出すんですか。これ一応出るらしいよ。あ、そうなんだ、うん、3突だけ一回も使ったことないで、これはと思ったのは、はい、僕あの分かんないんだけど、うん、まあモンゴルマンが今回のガチャで出ました、うん、モンゴルマン貫突じゃなくてもバファローマンが3突以上であればロンコントレインが出るのかなとか。いや、ダメ。確かこんな質問がね、ちょこちょこっと見たんですよね。確かダメなはずなんです。ダメなんだ。バッファローマンはスプリングバズーカしかできない。ああ、なるほどね。はい、確かね。うん、だったはずなんで。そういうところをね、うん、もうちょっと優しくしてもいいんじゃないかなって。まあ、そうですね。組み合わせ多数で、だから前も言ったように、いろんな技が出るっていうのが一番面白いんじゃないかと思うんだけども。うんうん、残念ながら。まあちょっとね、はい、もう少し様子を見ますんで、まあ週1程度になっちゃうかもしれないけど、はい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 、もうちょっとこのね、出させてほしいなと、この筋肉マンの動画をね、話してる分には楽しいな、筋肉マンの話をするね。まあね、こういうこと、もうちょっとさ、はい、ゲームとして面白くなればさらにバンバンだよというか、そうそう、じゃないともう翼くんのなんかどうでもいい二重連のガチャとかさ、いや本当にどうでもいいんだよ、見せなきゃなんない。しかもとうとう無償でやったから、ね、せめてお金を使ってほしい、ね、マジで無料でやっちゃったから、あ、引くまでガチャとかせめてやってほしい。全然、うん、誰も見ないよこんな二重連のガチャなんて、ね、僕も見ないからあれはね、うん、はい、まあそういうのちょっとね、はい、期待しつつ、もうちょっと、もうあと一踏ん張りしてくんないかと頑張ってくださいです、うん、まあそういうのを期待しますからねはい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。